先日 YouTube の収録用に富士フィルムの X-A3 というミラーレス一眼を買ったんですけども、今持っているレンズが 50-140mm の F2.8 というですね、太くて長い望遠レンズしか持ってなかったので、その収録用に中古カメラ屋に秋葉原に行ってきました。秋葉原にはパソコンのパーツを買いに行くことはよくあるんですけども、カメラの機材を買いに行くことは今まであんまりなかったですね。最初は日清カメラに向かいました。で、ここはあんまり在庫がなかったですね。残念でした。次にレモン社に向かいました。で、レモン社っていうとですね、なかなか高級なカメラが置いてあるイメージが強くて、あんまり行ってたお店じゃないんですけども、ちょっとたまには行こうかなということで行ってみました。で、ここはなんか店内撮影 OK ですって書いてあったので、店内ちょっと撮ってみました。はい、で、16-55 の 2.8、こちらは仕事でそのうちすぐですね、新品で買おうかなと思ってます。XF の 18-55mm、 F 値が 2.8-4、 今回はこちらを買うことにしました。このレンズは以前借りて使ってたことがあるんですけども、すごく良かったんですよね。で、私の場合は仕事で使う機材とプライベートで使う機材を分けてます。やっぱり壊れちゃうとまずいので分けるようにしてますね。で、 YouTube は完全にプライベートでやってますので、それの撮影用にということで今回このレンズを選んでみました。 XA3 とのボディとの大きさのバランスも、ギリギリいいんじゃないかなと思います。ちょっとこれ以上大きくなっちゃうと、なんかレンズの方がすごい大きくなっちゃうような気がしますね。次回は中古とかヤフオクで買ってきた機材のクリーニングの方法をご紹介したいかなと思います。はい、お楽しみに。